警察来てんだけど、警察探してんだけど、二人、警察が二人探してる。うん、俺に来てる。ちょっと待って、キャス来て、キャス、みんな、キャス来て、警察探してる。また通報された、映画に。映画に通報された、キャス来て。何それ、俺かよ。うわ、キャスのごぼう顔バラバラ。7723、そうだった。なんで、あつし君顔、行くの？決まってる、砂場で。キャスの顔やった。何があったっていうか、いたずらだね。毎回映画好き初心者ってやつが警察呼ぶんで、何もやってなくても。すごい海岸探してる。ワイヤレスのない隣の男がいても配信開ける楽。あちこちゃん久しぶりだね。すごい探してんだけど。海から行くって、なんかすごい人にいろんなことを聞いてて、奥のまで、俺が奥の方行ってたじゃん今。映画やってる？配信見らしてるか？見らしてんのかな、あいつ。映画のせいでおまりさん二人あそこでまだ探してるわ。ね、映画のいたずらだね。戻ってこないね。奥の方まで来ちゃってる。無駄な税金を使いやがって。よそったね。同棲していないやつがいるな。あっちも何か展開求めてるんだね、これ。54人来て。いたずらに付き合わされてずっと探してるよ。テロップ変わってる？だってちゃんと伝えたよ。もうそっちじゃないよって。キャスもダメなんじゃないの？いや、警察大丈夫なんですよ。この間も映してたから。あれどこ消えた？エリちゃんの旦那が包丁振り回した瞬間とか。瞬間によって、その後警察が入ってきたんよ。それ普通で OK だったから。だから警察に通報するとかダメなの、自分だと。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。おまわりさん。しかも悪質じゃん。自分で移ろうとしたり。砂浜歩いてったからね。田中まるまると個人情報を晒したので通報しました。うん。いいよ、いい。大丈夫、言わんとって。言わんとってあげて。彼には彼の言い分もあるみたいな。ただね、頑張ったね。よいしょ。見てな、おまりさん来たから、リアトツしてあげるから。見てな、あ
そこにおまりさん来てる、探してる。あ、一人で探してる。見てな、おまりさんもなんか探してると思うから、多分砂浜とイカシン分かれてる。上とあそこに一人と、上あそこに一人と、僕がしてるから詰めれるね。上に今いるから、俺が話すから見てな。見てな、みんなよく見とけよ、よく見とけよ。あそこにおまわりいるだろ。二人いるからよく見とけよ。おまわりさん、おまわりさん、多分さ、俺の通報じゃないの？俺の通報で来てない？俺配信やってんだけど、おまわりさんがそこ歩いてたから、俺いつもいたずらされちゃうんですよ。外行けばおまわりさんで通報。おまわりさん探してんじゃない？俺のこと。なんかトラブルとかあります？何もない。じゃあ なんでぐるぐる回ってんの？まあちょっと通報があって。だからそうでしょ、はい、これいたずらされちゃうんですよ。だから俺は堂々とおまわりさんがいるからまたいたずらしてなんか探してる感じあったから、自分から話しかけてる。あのアンチがいっぱいいて、僕、はいはい、外出るといつも殺されちゃうんですよ。またよく思ってる。そうそう、だからもう悪い人間が俺配信やってると、はい、嘘ばっか盗撮してるとか、毎回おまわりさん来るんですよ。海来ただけでもなんか変なことやってるとか、嘘の堂々としてるアピール。だからおまわりさんかわいそうだから、俺見かけたから戻ってた。だから言ってるよ。いつも通報でいたずらされて嫌がらせされてるんですよ。YouTuber みたいな仕事やってて、生放送だ。おまわりさん、もしかして俺のせいで呼ばれてんじゃないかと思って、俺は引き返しに行ったんですよ。何もやってない。おまわりさん、ちょっと怒られるよ。言われましたじゃん、おじさんに。いつも広島の人に言われてるんですけど。あ、いつもここでその広島の方に通報される？いや、いつも、僕は相模原から来てるんですけど、いつもどこでも10年間粘着されてストーカーされてるんですよ、ネットで。もうどこ行ってもおまわりさん、店行ってもおまわりさんで、営業妨害もされるし、許可取っても。通報っていうのは視聴者の方から？そうそう、こういう遠く見てる人がいたずらするんです、電話で。何もやってなくても10年間、わら。だからおまわりさんそれで探してんじゃないかと思って、俺はそこで見かけたから引き返して、迷惑かけてすいませんっていうことある。ちなみに今配信中ですか？配信中です。だから悪いことやってないわ。呼ばれるようなことしてるからだろ。じゃあもし通報された方がいれば、その方がもし視聴者にいれば見てらっしゃる。そういうことです。それを遠くから見ていたずら電話して、変な人がいるとか変質者がいるね、見てる人があのいたずらする。それが困っててどうしたらいいですかね。そういうのって訴えられないですかね。番号設置はもう犯人は分かってるんですよ。分かってても誰も訴えないから、ずっと調子に乗っていたずらばっかするんですよ。広島の方なんですよ、やってるの。おじさんでどうにかなんないですかね。被害届出せないですかね。ただその明らかにやってないことをやってないことをやってるなんて。そう、でもそれで俺終わったで、いつも犯罪者扱いされて捕まえようとするんですよ。ということであれば、例えば虚偽申告の、そう、虚偽申告して警察に対する業務妨害、そういうことですよ。可能性も出てきますね。そう、もう10年間やられ続けて、もう警察ばっか呼ばれてるんですよ。何もやってない。僕は相模原から行って、この角度、あつし体格よく見えるな。大丈夫ですよね。悪いことはやってないんでね。だからおまわりさんも大変なのに、税金の無駄遣いだし、そんなんでね、忙しい中さ、こんな腹出てるよ。普通に事件でもないのに、いたずらされてたら迷惑じゃないですか。だから俺見かけたから、あ、自分のことだなと思って、いつものことだから。まあ、我々の通報があればちょっと確認、まあそう、確認だけど、そう、いたずらなんで、ほんとすいません。うわ、うん、大丈夫ですか。ないですよ、全然免許証ぐらい。うん。S 字。え？控える？控えるの。
のは一回聞かなくたって言われたと、俺悪いことやってないから自分で戻ってきてるんだ。じゃあ一応、こうやっていたずらされて俺に迷惑かかってるんですよ。アツシって細身のイメージしかなかったから、まず戻ってこない、紹介かけます。逃げないじゃないですか俺。ちょっと今配信中なんで名前言わない、言わないようにします。もう毎日365日年中見て。鎌倉は鎌倉2回目、2回目、うん、じゃあこう場所を変えて、そう相模原やってもどこ行っても都合いいことばかり言ってるわ。もういたずらしかしないんですよそいつ。悪さじゃん、捕まえたいんですよその人。本当9年間も粘着されて何もできないことになって。大丈夫ですか？大丈夫です、うん。まあ、そういうことなんで、もう帰りますんで、もし通話あってもいたずらなんで、うん、広島からなんか悪さしてる。すいませんでした、ありがとうございました。はい、失礼します。前科者だって紹介しないのかな、ね、これが現実です。僕のいたずらです。やられてる。これが映画好き初心者のいたずらです。ただ通報だけで来る、うん、ひどいでしょ。理由もなくて呼ばれちゃうんだよ。理由もなんもないのに呼ばれちゃうんだよ。まあ通報ある以上は来ないといけないってね。ひどいよね虚偽通報。何の通報ですかって言っても何も答えないじゃん、うん、まあ証拠として取っても。映画さん通報したの？映画好き初心者ね、お前にいつか跳ね返るようにね、ちゃんと証拠取っていくからね、うん、やめなさい。見えてる？ひどいよね、おまわりさん使って自分の力で来れないんだからね。自分の力で何もできないんだから。俺悪いことしたっけ？いい年こいてよ。ブーメラン。そう、コメントどうやって消すんだろうね。コメントの消し方は分かんないんだよな。どなと絡んでた頃は俺は太りたくて努力してるんだよって言いながら菓子パン方が客。なんでこんな風になっちゃったんだ。どうやったらこれ隠れる。見にくくなっちゃってるよ、直せないよ。菓子パン頑張ってたんだ、頬張ってた。どうやってやるの、直せない。直し方分かんない、縦配信。コメントと隠れちゃってて。ね。俺も知らないよ。キャスやんないから。で、路上喫煙会？びしょびしょなんだけど。ね。しそうだよな。から帰んないとね、まあ、ちょっと待ってます。逃げた。キャスだと不安たくラップじゃなく引きで映ります。Thank you.
時23分。お前さんも忙しいんだからさ、ねえ虚偽通報やめな。ねえバンにさせようとしてるのか分かんないけど、ねえ警察官呼んでも何もなんないから。おはよう。警察官をね、時間の無駄なのかわいそうだから、こんな海まで呼びやがって。クマは加工のレベルが優秀だよね。ダサいんだよ。いや、お前さんが砂浜とか探してるから自分から声かけに行ったんだ。わかるじゃん、お前さんがいろんな人にさ声かけてるから。俺歩いてたらお前さん歩いてたから、自分からそうですかって言ったら、そうですって言われたから、まあそのまま放置して帰ればよかったんだけど、いつもいたずらされちゃうんですよ。海どこにいるだけでも。そう、虚偽ではなく理由があって通報されてんだろ。だよね、いつもいたずらばっかされるから。お前さんに自分から言ったんだよ今。来たら俺の通報だって言うから。ずっと探してんだもん、奥の方まで。ずっと奥の方まで俺のこと探してんだからさ、かわいそうになってきたからさ。別にほっときゃいいんだけど、俺別に何も悪いことやってないからさ。お前さんに自分から言ってね、ちゃんと話したら分かってくれたから。ちょっと無駄だよね、毎回毎回。映画って頭悪いやな。早く死ねえあいつ。ほんとろくなことしない。生きてる価値がないでしょ完全に、生きてる価値がないってわかるでしょ。人に嫌がらせするために、バンにさせるために警察ゲットされちゃうんだから。警察を呼んでバンにさせたいんでしょ。ほんと価値ないよ。事件でもなんでもないのに。生きてる価値ないのはクソボボよ。アホでしょ、毎回毎回同じことしかできないんだから。ゲイがなんで生きてんのあいつはね。またまたブーメラン。不幸になればいいんだよ。呼んでと言ったので通報します。何でもない。彼女いないんだし、プッチもなかなかできないから、しゃあねえよな田中は。わら、すごいね、立派な海の家を作んだね。バカなんだよあいつは。本当に人に嫌がらせする人間だからね。で警察官は倍になると思ってる。しょうもないよ、ね、お前。ずっとお巡りさん探してるから自分から言ってよ。かわいそうだから。あ、お巡りが歩いて探してると思ったからさ、奥の方行っちゃったからさ、自分から俺のことで通報されてますよねっつったら、ねえ何の用ですかって言ったら、いや通報があってっつってずっと探してるからさ、お前さ砂浜行きたりさ、こんな忙しいのくだらないことで。ダサいんだよやってることマジで。お前おっさんがよ、自分の力で来いよマジで。そんなに憎いんだったら自分の手で殺しに来いよ。で、いけもしねえのに。毎回おまわりだもんね。意味ないよ、人に上がるってこと。一回配信でこの話ループします。自分で来ればいいじゃんね、そんなに憎いんだったら。俺のこと一発でね、殺しに来ればいいじゃん。刺したら死ぬんだから。なんでできないの ?9 年もずっと粘着してんの。殺したかったら殺せば、一瞬であっさりいなくなっちゃう。
人に嫌なことばっかりやります。すごいね、立派だね。こんな風に作ってんだ、すごいね。こういうところは結構広いからな。そう、俺は気づくの早いからね。おまわりが二人歩いてたからさ、俺ちょうどあの砂浜から終わってこっち上がってきたからさ、したら砂浜歩いてんだよおまわりが。でいろんな人になんか探してんだよ、話しかけてるから、ああ絶対俺だなと思ったの。そしたら案の定俺だからさ、ずっと奥の方まで行ったからかわいそうだからさ、おまわりさんも納得してもらった方が早いじゃん。自分から話しかけに来た、僕のこと探してますよね。そう、ああいう風に作るんだね。足場をしっかり作って木の板で、なるほどね、土台をしっかりしないとね崩れちゃうからね。土台作りが大事だから。虚偽通報専門でなんか訴えられるって言ったからね、マジで証拠出して訴えようかね。映画虚偽通報専門家、その専門で虚偽通報してる 人間を訴えることができるって言ったね。マジ訴えちゃおうかな。おはよう。痛いねんか、あいつ何の用ですかって言ったら、お周りも何の用っていうか、ただ通報できた、何の用事かも分かってない、ただ通報できた。四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバーどうもいらっしゃい。マジ訴えようかね。これでお周りさんの顔も覚えたから。ハートハート、四つ葉のクローバー。水難事故だったら海に来るのに、水難事故でも何でもないや、何の用だよ自然を映してるだけで何の用だよ。おはよう、映画通報したの。マミーさんおはようみたいね。こんなとこまでね、お前こさせんな。ダサいんだよやってること、おっさんがよ。いい年こいてや、してないんだ、わら。マジダサい、小学生以下だもんね。小学生でもそんなんやんないよ、自分の力でやるよ。大の大人がおまわりさんだからね。ダサいよマジで、情けない、おまわりしか呼べないおっさん。小学生でもやんないよそんなの、自分の力でやるわ。ほんと情けないよね、ダサいっていうか。生きてますわら。なんかよくわからないけど説教受けてます、ありがとう。しつこいごぼう。ねえ、気持ち悪いね。なんかすごいおしゃれな店がある、おしゃれだね。外でご飯食べれるじゃん。自由してるよね。そうだね、おしゃれだね。僕は逆にアツシコを勇気づけてるかもしれない。食べ物屋さん、通報されたくないなら一般人しかり路上喫煙やめろ。そう、路上喫煙いけんよね。はい、ないですか。ちょっとお前さんね、はい、どうした。ダブルできたみたいね。俺じゃないぞそれ。何？それ俺じゃない。知ってる人教えましょうか。
それ俺じゃないから。やばい、職質か。来た。スクワッチ、ひらがな。あ、はい、スクワッチ、はい。でも俺何も悪いことやってね、いつも俺ね、俺だけが悪者になっちゃってんで、はい、ひらがなでスクワッチ、そうという名刺、名前やってらっしゃる、それも配信サイトってのはちなみにどういった、こうやってリアルタイムでこうやって配信してる、例えば YouTube です。そう、そういうサイトなんで、まあ、ニコニコ生放送で悪さしてるアンチが、路上喫煙は悪くないのかよ、配信を邪魔して警察呼ぶんですよ、毎回あの他のサイト、その人ここは A 版だから、はい、A 版ってことはもうできないんで、サイト内で。だから他のサイトからミラーをしながら、僕の映像を見ながら警察官に、携帯映してフラフラしてたら職正されるわな、普通には見れないよ。ニコニコ生放送の映画好き初心者、ありがとうございます。ニコニコ生放送の映画好き、映画って感じ、はい、映画好き初心者、初心者、その人もう悪、その人がいつも悪さしてるんで、初心者、はい、大丈夫です、俺も帰るんで、はい、悪さしてない。ありがとうございます。またお前さん、めんどくさいね。ニコニコ生放送の映画好き初心者、バルサシ。いきなり来たとこすごいね。これ読んでないぞ、これ。何もやってないのに。ね。キューバ何者だ。チェックするって言ってたから、読んでないの、悪さしてるやつがチェックされて当たり前、何もやってないの。自分の配信アプリの名前は言わない。ごぼう、ちょっと待って、戻るね。おかえり、帰りなさい。マジかよ。足洗いたいな、もう乾いたな、だいぶ。ただいま、おまわりまた来た。ほんとめんどくさいね、毎回また来たよ、後ろから。何もやってないのに、俺。運営さん、無断で一般人物し鉄板にしたり、どこでも路上喫煙するから通報されるんですよ。おまわりさん呼ばれて困ってます、どうにかしてください。いつもいつも虚偽通報ばっかされてます、何もやってないのに通報されて、警察こうやって後ろから来ます。行為じゃないんで、いたずらです。対応うまいよ、だって別にこっち悪さしてないし、何も堂々とできるんでね。え、悪いことやってたらそれはビビるけど、自分から行くからね、怖くもなんともないじゃん。だって悪いことやってないんだから。堂々とやればいい。悪いこと一切してないんだから。必要に落としてたじゃん、さっき。通報してる人教えてくださいって言ったから。通報してる人教えてくださいって言ったから、ニコニコ生放送の映画初心者です。また、おまわりさん。おまわりさん、映画よしみ初心者は悪くないですよ。またおまわりさん。よっしゃ。うちに電話かかってくるかな。何も悪いことやってないのに呼ばれちゃうんだよ。よいしょ。これでどんどんね、映画を今度から全部教えてくから。ニコニコ生放送の映画好き初心者。これでおまわりに全部情報を送るから、これから。この田中やつを。教えまくるわ、これから。今まで教えなかったけど、これから全部教えていくわ。やめて。
田康夫。路上喫煙してたら通報されるような近所の人も通報するだろ。これから。ここ喫煙ダメだよ。教えていかないとね。こっちがね、いい迷惑。自分が配信してるアプリもしっかり言えよ。いたずらばっかしやがって。乾かさないとね。またズボンめくったら番になるぞ。乾いてる。ねえ。だいぶ乾いた。ね。今あの悪さしてる人教えてくださいって言われたから、映画好き初心者ニコ生放送からやってます。全部教えてください。調べてきます。これで目つけられるね。携帯持ってニヤニヤ映してたら不審者だろ。何もないよ。いつもいたずらだけされるの。なんでかね。また後で一回足洗ってくるわ。足洗えるとこあるから。足洗ってきれいにしてから草履も洗わないといけないから。砂がすごいから。ちょっと足洗ってくるわ。お前も見られるようになる。オッケー。あのね、チェックしとくって。困るよ。いたずらしてる証拠もあるから。ニコニコ生放送ってしてた。すげえな。ふわっちって配信先出てるじゃん。わらねえ、ダメかな。ちょっとお願いできないか。ねえ、ちょっとお願いがあるんだけど。配信中なんですけどね。あ、ごめんなさい。あの、熱いとこに録画してほしいんですよ、これからやる分。配信中なんですけどね。はい、すいませんが、よろしくお願いします。いや、配信中なんですけど、できませんよ。うん、配信終わったからでいいです。はい、すいません。はい、じゃあ、そういうことで、お仕事頑張ってきます。怒られちゃったよ。足洗ってくれて、悪いことしないって。今の水。いや、もし録画できんかった時、助けてもらったの。さんです。なるほど。はい、あ、すいません。あの、由比ヶ浜のとこは担当なんですかね。あ、そうです。はい。あの、あそこでちょっと配信つけてやってる人がいるんですけど。あ、少々お待ちください。はい、お願いします。撮影してるとかとか。はい、ほんでそれはいいんですけど、あの、タバコ吸ったりゴミ捨てたりしてるんですよね。あ、ね、わかりました。少々お待ちください。検査か、検査部長にお願いします。はい、お願いします。あ、すいません、あの由比ヶ浜のあたりでちょっと迷惑行為してる人がいるので、はい、注意しに行っていただけないでしょうかということです。あ、なるほど。なんか動画配信、はい、ふわっちの配信をしてるんですが、さっき体半分を全身を濡らしてから配信つけてたんですよ、はい、なんか入水するような、なんか自殺みたいに見せるような感じ。はい、まあ、朝から由比ヶ浜のどちらになりますか。で、ね、公衆通りの近くなんですよ。海岸のですか。ゆがま海岸の6丁目って外木座の方の6丁目の15-26に公衆トイレがあるんですよね。そこのね、あたりに船が置いてあるんですよ。そこで今ね、あの、はい、あの買ったものをなんか食べてます。そこで座って、ここで特徴言いますよ。はい、黒い T シャツ長袖をまくってる状態で、胸に05って書いてあります。はい、胸に05、あ、はい、服の模様ですね。はい、服に05ですね。で、下のズボンは青いジャージなんです。青いジャージ、はい。で、これで、あとコカコーラのサンダル、コカコーラのロゴが入ったサンダルで歩いてます。これで、はい、
配信棒持って歩いて独り言言ってるような感じになってるんで、それ言ってみてください。それですから、彼女言ってるっていうことですね。で、背は178ぐらいあります。178cm くらいと。はい。で、本人は、まあ、あの、アツシっていう名の配信でやってますんで、もしよかったらちょっと注意する。アツシっていう配信者でやってます。アキシっていう配信者ですね、はい。この間もすごい迷惑行為してるんですよ、そこで。投げタバコしたり、あの、勝手に女性を映したり、背後から。あの、日焼けしてる女性を映したりしてたんですよね。今日もそれに近いことしてたんで。あ、なるほどですね。はい。わかりました。じゃあ、公衆トイレの下の、あの、降りたところにいますから、今配信やってます。配信をやってるさなかってことですね。はい、はい。ここで配信止めるように言った方がいいと思います、一旦。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、はい、いつも画面画面を血走りながら、監視して通報する人生、わら。会ったことを伝えてるだけですから。